こんにちは、山中港情報創造館、いつの間にか館長ではなく統括責任者になりました、丸山です。新着図書からこんにちは、リスタートしたいと思います。リブートしたいと思います。ただ新しい新着図書からはですね、1冊だけ、短時間で紹介します。今日紹介するのはね、面白い本があるんですよ。これはいです。女の子の未来を開くプログラミング、ガールズ風コード。コードってね、いわゆるプログラミングのソースコードのコードっていう意味です。こんな本が出てるんですね。これはね、レジマ・サウジェニ著、鳥居幸役、阿部和弘監修です。ニケビビマーケティング、ニケビビ社から。まあ、言ってみればね、最近のプログラミング教育というの話がいっぱいありますけども、どうしてもね、こう理数系とかになると、なんか男の子の世界だったりとか、オタクの世界だったりとかする感じがしますが、実は女の子も女性もバンバンこの世界は活躍してます。まあ、言ってしまえばですね、最初のプログラマーって女性なんですよ。エイダさんという人がいてね。だからそういうことを考えると、もっと女性が進出できる分野かなと思ってます。この児童書ですよ、しかもこれ、ガールズ風コード、具体的なプログラミングコードが云々ではもうちょびっと入ってますけど、そのね、ソフトウェアの作り方、プログラミングの作り方、それについて、どういうことを考えるのかな、考えたらいいのかなってことが読み物として面白く書かれています。女子の未来を開くプログラミング風、ガールズ風コード、この山中港情報創造館にあります。ご来館いただければ無料で貸し出しできますので、ぜひご利用ください。はい。